回ってるの？回ってるよ。あなた時差で回したわね今。時差ボケ中なんだから私。たった3時間じゃん。本当に時差あるよねアメリカってさ。すごいね。すごいよね。だってアメリカ、日本ないよね。日本ないよ。いや皆さんこんにちは、マクリーズでーす。皆さんこんにちは。私はなぜ時差言ってたかと言いますとですね、つい先ほどまで LA に私はいたんですけども、今 LA を飛び出してですね、インフロリダ、飛行機を乗り継いでこちらのフロリダの方にやってまいりましたですね。いろいろトラブルあったね。いろいろあったね。うん、ナスちゃんのあのトランク重量オーバーでトランクを空港でぶち開け、うわーって言ってみんなのやつに乗せ、また計算して、あー足りない、うわーってもう一回やったりして、もうすごいよ。日本人5人がわちゃわちゃしてさ、そしてですね、まさかの飛行時間が5時間。普通に行けるよね、もうちょっとしたらハワイ。日本から多分ハワイって7時間ぐらいじゃない。 LA からフロリダってこんな遠いのと思ったんだけど、全然荷造りが終わらなくてマジ寝不足でさ、インフロリダに来たんですけども、体感時間がまだね昼過ぎだよね。朝方に出て今もうね19時前なのね。そうやばいよね。今からちょっとあのウーバーを呼んでるんで、ウーバーイーツじゃないですよ、ウーバータクシーの方です。このフロリダの街並みをちょっと見つつ、それであとなんか変な鳥がいる。やだ、何おかしいよ、あの動き首がおかしい。鳥やばい、逃げた鳥はい、ということでですね、とりあえずクソ親父ギャグじゃん。ちょっと今からウーバーでちょっと街並みを拝見して、ちょっと食料品とか水とかそういうのを買いに行きたいと思います。フロリダ初日だぜ、イエーイ。後ろから見たらアリエルみたい、なんかほら、本当アリエルみたいだよ。本当に？うん。今、ウォルマートに着きました。皆さん、ウォルマートって知ってますか？気軽に行けるコストコみたいな感じ？高そうだな、いろいろ。もうすっかり日が暮れました。そして私はこんなに大量に爆買いをしているんでございます。今回さ、フロリダにさ滞在するのは何日？5でこんな量を買っておるんです。大家族ですか？今5人じゃん。5人家族のお母さんって大変だね。だってこんな量も多分一瞬でなくなるわけじゃん、みんないたら。結構食費かかるね。だからうちの親にマジ感謝だわって感じなんだけど。こんな時間です。今何時？でもこれで8時半。あれ明るい。ということで家に帰ってウーバーを頼んでいるので、ウーバーイーツですね、ウーバーイーツの方を家に帰って食べたいと思います。ふたびれたね。すごくトイレはしたいけど、トイレの前にお腹が空いたの私。だって今日さ、内職でさ、フレンチトーストかなんかオムレツかななんかって言われて、完全にさフレンチトーストに当たりまするじゃん。れいちゃんもするでしょ絶対、そうって言われた。そしたらさ、まさかの量が少なかったの。小鳥がいたぐらい。マジだって小鳥ですか私は。私それで5時間終わったと思ったわけ。だから今ね、もうペコペコでね、疲れて疲労蓄積ですさ、ウォルマートでもさ、もう全部美味しそうに見えてさ、ブランケットまで美味しそうに見えてさ、うわーコットンキャンディーみたいな色だなと思って、美味しそうみたいな感じでさ、だからさ、もう本当に早くさ、私はさ食べたいわけ。こんなに喋ってる時間はないの。いやー見て、すごいいっぱい頼んだの。5人分です。ということで今から腹ペコの私たちは食べたいと思います。いただきます。いただきます。フロリダ飯初です。ウーバーいただきます。でかいわけ、日本の2枚ぐらいが1枚だわ。日本の日本ちっちゃいね。めっちゃ赤ちゃんサイズだから、京都かいくんさ飛行機でベイビーって言われたよね。ベイビーはまだ起きないって言われた。ベイビーじゃない、うまい。この家すごいね。僕はソファーで寝るやつ。ソファーっていう大きさじゃないもんね。うん、ソファーっていうベッドだよね、あれは。うん。なんであれで寝たいの？楽しそう。ちょうど僕のサイズだもん。しかもさ、なんかちょっとさ、あれだよね。ベビーベッド。囲われてる。うん、そうそう、囲われてるからさ。うわ、ベイビーちゃんのやっぱり。違う！ちょっと懐かしい気持ちなの？違う！
これも響くな。天井が高いもん。なんでこっちのお家って全部天井が高い。だから日本に来た人みんなさ圧迫感しかないんじゃない。シルバニアかと思って確かにシルバニアだね。あとこのお家の外にさテニスとビーチバレーとプール、うん、うん、すごいよね。ジムもついてんの。どこに？そこのみんなが使えるところ。走ってから行くでしょ。本当死ぬよ。このスケジュールで走るのはちょっと自殺行為じゃない？そんなことするの？しないからね。なきちゃんって最後に走ったのいつ？走ってない。走る生活してない。うんうん。辛い。辛い？走れない。ママは？ママは自分でジムに行って走るかも。うん、マルゲリータうまい。うん、それ何なの？え、なんかすごい。ピザのなんか端っこみたいなやつのちょっと食べてみたい。食べてみたいでしょ。食べなよ。これつけて、はい、食べてみて。どうぞ。おいしい。うわー、よかったじゃん。確かにこれもちもちで、トカヤくん好きそう。これさ、日本で絶対ないじゃん、こういうの。なんかこんなさ、ヘビーなやつをさ、ピザと一緒に食べるやつなんかいないよね。うん、うまっ。フロリダでやりたいことは何ですか？ユニバーサル。の中の何？何何何？ちゃんと喋って。わかるでしょ？わかるけど、わからない人もいるから喋ってってこと。無理。恥ずかしい。なんで？ワイルドスピードでしょ？そう。なんで恥ずかしいの、それが。こっちからそう一切ワイルドスピード使えてないから。そっかそっか、うん、フォーカス、何だっけ、ファスト、ファスト&フィギュア、うん、だからもう頭の中で分かんない、輪が出てこない輪、うん、なんで日本はワイルドスピードなの？日本人に分かりやすく言うとワイルドスピードってこと。しかも略までしちゃうんだよ、ワイスピードが。海外の人からするとはいって感じなの、うん、野生的な速さ、ダサダサナスちゃんがちょっとおすすめの。シナモン絶対好きだよ。うん、え、食べた。シナモンなの？そう、シナモンロールなんです。ベーコンで？うん。最高。うわ。うわ、やばい。シナモンとベーコンが挟まってる。シロップもついてる。うわ。これベーコンの油じゃなくてシロップなんだ。うん。ちょっと大人な美味しさだね、これ。やばいよ、毎日毎日美味しいもの食べて。走らないと東京帰ったら、マジ現実を突きつけられる。どうしよう。ビーチバレーやる明日。え、明日ディズニーなんじゃないの？そうないね。朝で。朝で。ジャパニーズフンドシガール。何？顔なんて切るの？違う、顔のアコ納得券。なんで？綺麗に見えることあっち行ってなしよっさ。最悪。違う、綺麗に見えることってさ。なんで？今でも綺麗でしょ。うん、綺麗かばってん。何を言ってるの？違う、ちょっと綺麗に見えたかやろって。てかやかましくない？これやかましかけん、ジョボジョボだけ止めよ。皆様、今日はですね、私のエアビーマイハウスの方でですね、このジャグジーがついているんですね。ナイトパーティーをレイちゃんと2人だけでしておりました。暑いね。意外とこれさ、温泉レベルで暑いわけ。ここ箱根かな、フロリダ。しかもこの暗闇は危険よ。フロリダって何が多いと思う？ワニ。ケッテ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 ッ。ワニ。アリゲーター。ということでですね、ワニが人を食べるという事件がね、勃発している地域なんですね。フロリダイコールワニなんです。しかもね、あのフロリダのね、ディズニーランドでもワニが出るんですね。マジ？そうですよ、当たり前じゃないですか。ワニは結構フロリダに出没率が多いので。なぜかというとね、湖だったり池だったりそういうのがいっぱいあるんです。しかもさ、結構さ、ロスから来た時分かったでしょ、湿度がすごくない？すごい亜熱帯みたいな感じのさ、なんか日本っぽいよね、なんか湿度が。わかるわかる。よくさ、世界丸見えみたいなやつでさ、自宅にほらプールがある人いるじゃん、うんうん、そこにワニが泳いでたらしい、朝起きたら。だからこういうとこにいるんだって、本当に。だからマジでカサ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 言ってくるかもしれないんだ。ジャンボリミッキーとかやってる場合じゃないの。すごい。だからさ、あっちはさ、うわ、あの日本人の女バカだな、ジャンボリミッキーのこの子踊ってるよ、食べようみたいな感じでトルネードして食べるんだからね。だからもう本当に今日はここぐらいにしといて、ちょっと最後の締めはちょっと室内で言います。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリ、ジャンボリ、ジャンジャンジャン。
コックさん、レイちゃんからもらったんだ、これ。かわいいでしょ？はい、ということでですね、お風呂に入りまして、トカゲくんがもう先に寝ております。見えますか？あっちのソファーベッドの方で、スヤリンコスヤリンコしております。かわいいですね。私はこの大きな大きなベッドの方でですね、お眠りになりたいと思います。ロスが終わって、これから5日間のフロリダ、楽しみたいと思います。ディズニーランドが3日間かな、行くのね。フロリダのディズニーランドって、なんかいっぱいあるわけ。アニマルキングダムっていう、ディズニーランドの動物園バージョンみたいな。吹けるよね。ミッキーがまずネズミじゃん。それでミニーもネズミじゃん。ドナルドアヒル、デイジーアヒル、グーフィーは犬でしょ。それでさ、アリエルは半分魚。アースラーは半分タコのおばさん。わかる？あなたたちがディズニーランドもうできてませんかみたいな感じなわけ。なのにね、アニマルキングダムとか言ってさ、ネズミがなんか主になってさ、動物園を開いてるってなんか結構カオスだよね。だからそこに2日目行ったり、明日はマジックキングダムって言って、東京ディズニーランドのあのシンデレラ城のこの塔があるじゃん。だからそれの元になった、ってか一番それに近いような塔があるらしいの。それで、そこのザ・王道な、ディズニーランドに行くのかな、明日は。で、3日目にエプコットっていう、なんかいろんな国、まあ日本だったら日本、エジプト、インド、タイ、今アジアしか行ってないけど、まあイギリスとかさ、フランスとかなんかいろいろさ、国が分かれてて、で、その国ごとによっていろんなミッキーがいてたり、なんかいろんなお土産があったり、食べ物があったり。というか多分そういう感じだと思う。ちょっと入り口にこうゴルフの球みたいなさ丸い球体があるとこらしいんだけど、この間さホールジーが言ってたの、あエプコートに行ってると思って、一緒のところに行けるね、嬉しい、私ホールジーに憧れてるの。ちょっとそういう感じでですね、明日から楽しみたいと思います。そして都会くんがね、ディズニーよりも楽しみにしているあのユニバーサルですね、ユニバーサルスタジオオーランドっていう、あの私はねユニバーサルスタジオハリウッドの方がでかいんじゃないかと思うんだけど、オーランドの方はなんかいろいろジェットコースターとかもあるのかな、いろんな施設があって、あとプールみたいなのもあるんだって。フロリダはフロリダですごく楽しいユニバーサルスタジオがあって、それで都会くんが一番の目的はワイルドスピードなんで、日本ではワイルドスピードって言うけど、こっちでは FF みたいな、フォーカスフォーカスだっけ、なんかわかんないけど、フォーリンフューチャーだっけ、わからん、なんかそういう FF みたいな感じのやつが、こっちではあるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。とりあえずもう早く寝れました。もう早く出なきゃいけないから、私は一人でススカピースカ寝たいと思います。ということで皆様、今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。中里そばインフロリダでワニに食べられないように頑張ります。ワニに遭遇したらどうやって逃げればいいかということを常に心に刻みながら歩きたいと思います。ということでですね、皆様チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方の方もよろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。ということでですね、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。なかりさでした。バイバーイ。猫がいいかな。猫しか勝たん。劇団四季のキャッツじゃんこれ。そうでしょ。そのままいくでしょ。指摘うどんだ。